事業者が一義的に責任を負うべきものというふうに認識しております。当委員会は原子炉等規制法に基づき東京電力を規制する立場にあります。汚染水対策に関する内容を含め廃炉に向けた具体的な計画として東京電力が作成した実施計画を審査し、汚染水対策への対応など留意すべき点を示した上で認可をしております。なお今般設置されました廃炉汚染水対策関係閣僚会議には規制当局として参加し、技術的専門的な助言をしております。結論的に言いますと、規制庁が汚染水問題について責任があるということは認識しておりません。伊坂信彦君。まさに規制当局としてですね、東電の計画を、事前にチェックをしていて、でその計画ではあらゆる放射性物質がを外に出さないという計画のもとに認めているはずではなかったかというふうに思いますから、それが実際計画と違ってどんどん出ていたということでありますから、一切責任